トラお姉さんとやりたいこと、はい、いっぱいあります。いっぱいあります、うんうん、何をやるのかな、ね、まあ、何しようかな、何をやるのかな、まあ、ライブとかしたいし、素敵な ASMR も聞いてみたいし、まあ、とにかくたくさんのことやりたいです。やったー、うん、なんかいろいろやってくれるっぽいからワクワクしてますね。どこから始まればいいかな、ももちゃん。どこから、まずは、うん、一緒にポップトークしたいです。そうね、しかも ASMR でポップトーク、うん、ポップトークって、うん、どんな、もしかしてもこちゃんが、うん、すごく元気になる言葉をいつもやってる感じ。そうね、いつもふわもこモーニングの水曜日の方に、うん、みんなの心を励ますような、ポップトークやってるんですけど、そうね、ちょっと、今日はみんなの、お耳、元気がないかなと思ってて、もこちゃん、もこちゃん小さくて可愛い、小さくて可愛い、二人さ、後ろ向いてちょっとふりふりしてよ。ふりふり、いやー、かわいい、かわいい、かわいい、あ、ご褒美大きいだよ。でもこれはポップトークと関係ないですね。関係ないです。ごめん、ごめん、ごめん、脱線しちゃった。ごめん、なんか配信なの忘れてた。